Hey there, folks, what colour doing here today? Recording from his PC downstairs while his PS4 is upstairs through remote play, which is bloody weird. And some genius idea that I came up with. And we're playing Yakuza 6 Song of Life, the demo, which unfortunately got delayed till April 17th, so sucks for me. And aside from Yakuza 0 and Kiwami, I've never properly played a Yakuza game besides them two. Oh, I don't want that. New game, normal. Now, I've no idea how this connection is going to work. The connection could go at any moment, or it could work perfectly because this is on a wired connection, whereas the router is connecting to the PS4. So, Lord only knows how this is going to go. I just have to make sure nothing else is going on. Felt that vibration. お前、この店にもう顔見せんな言うたじゃろうが。うちのお客に勝手なこと言わないでくれる。こいつよりわしの方が常連じゃろうが。ママはどっちの方が大事なんじゃ。お、今度こそ白黒つけちゃうけの。 I still can't believe Miyazaki is in this. Chotto Nagumo-kun. Yeah. Mata ato de benshou suru ken no. Gomen te Kiyo-chan. Sugu ni modoru. They proper went whopping with the face capture in this. It's been so long since I played Yakuza again. I wonder how rusty I'm gonna be. おい。なんじ。あまり時間がねえ。早いとこ済ませてんだがな。なんなれ。そんなに死に急ぎたいっちゅうわけかの。いいからさっさとかかってこい。お前の脳が効いてると、こっちの予定が狂っちまう。そんじゃったら安心せ。今日から先、踊れの予定は全部白紙じゃ。Oh shit. Oh.
Hiroshima Fug. What's that over there? Oh, that. Come on, come on. Fucking, I've been holding it for the fucking past 5 minutes. I don't even know. Oh, that's because I'm in stream heat mode. Oh shit! ラウンド終了じゃ。今朝体力が温まってきたけ。こっからが本番じゃ。お遊びにはもう十分付き合ってやった。今のは肩慣らしじゃ言うとろうが。いい加減にしやがれ。俺にはもう時間がねえんだ。 Proper cut the fight mood. お帰りなさい. どうにか間に合ったな. ええ. またしたな。 Bloody hell, he's chugging that thing down. ハルト。私を育ててくれたおじさんは昔極道と呼ばれていた人でした。 他の人から見たら怖いかもしれないけど、 私にとってのおじさんは強くて優しくて頼りがいがあるけど、でもどこかちょっと抜けてて。そんなおじさんのことが大好きでした。
ファンのみんなや何より自分自身に嘘をついて生きていくことは私にはできません。私の夢はアイドルになること。でももう一つあったんです。大好きな人たちと一緒に幸せに暮らすこと。だからもうこれ以上歌うことはできません。私は桐生一馬の家族です。I swear, in four and five, he kept on sustaining stab wounds to his stomach. So how much blood does the guy have? はるかちゃん。秋山さん。先生に話聞いてきた。桐生さんは大丈夫だ。2週間もすれば退院できるってさ。そうですか。ありがとうございます。ああ。それにしても、さっきのステージじゃ思い切ったね。ニュースで何回も流れてる。ただ、あそこで君が言ったようにはいかないかもしれない。元ヤクザに育てられたアイドルのステージでの引退宣言、その周辺で起きていた東上会や近江連合の抗争、テレビの騒ぎで分かってるだろうけど、君と桐生さんが一緒に暮らすには覚悟がいるよ。周りが静かになるまで少し時間がかかる。ええ、まあ俺なんかが外野から口出す話じゃないか。君らならきっと大丈夫。乗り越えられるさ。はい、秋山さんには本当にいろいろ助けてもらって。そういえばお仕事の方はいいんですか？町金の社長つってもうちは秘書がしっかりしてるから、少しくらい俺がフラフラしてても大丈夫なんだ。気にしないで。はるかちゃんは？桐生さんが良くなったら沖縄のあの養護施設に、朝顔に戻ることになるのかな。多分そうなると思います。私やおじさんにはあの朝顔が家で、あそこに住んでいる子供たちが家族ですから。そっか。じゃあカムロ町もまた寂しくなるな。Morning sun. What happened to sunflower?
Is it Sunflower Orphanage? Nanya Satsuno Dannagata. Erai kowai kao shite. Kanjara kowagatton de. Ore ni you yaro. Ha? Datsugoku de tsukaman no wa kore de 2 kai mi ya na.話が早くて助かるな。借料の余地はある。財島隊がおとなしくする。ジタバタする気なんかあらへん。ちっくそめ。なんで兄弟ばっかりこんな目に遭うんや。ええんや。 後のことは頼んだで、兄弟。お前らが登場会でごたごたの後始末しとる間は俺は無所で楽させてもらう。それから桐生一馬の病室はそこだな。ん？何やと？警視庁の者です。どうかそのままで。 Well, I'm guessing in five, he must have done a lot of assaulting and destruction of private property. Oh, it's the Okinawa orphanage they opened. God, I haven't even played. I've only played that short fire. 桐生一馬容疑者を事件の首謀者として逮捕しました。今回の桐生の逮捕は警視庁のメンツを辿るためのパフォーマンスだ。パフォーマンス？抗争を引き起こしたのは間違いなく近江連合なんだが、世間から見りゃ近江も東条会もヤクザに変わりねえ。 東条会関係者からも逮捕して両成敗にしねえと世間を納得させられねえんだと。まあ警視庁もちゃんと仕事してるってアピールだ。確かに桐生さんは東条会の元4代目です。けどけど今回の抗争を収めるのに一番体張ったのもあの人だ。なんとかならないんですか伊達さん。桐生さんの担当刑事でしょ。誰が桐生担当だ。人聞きの悪い。 そもそも桐生さんだけ逮捕されるってのはどうなんです。現役バリバリの東条会幹部はおとがめなしって聞いてますけど。警視庁のポーズのために幹部連中捕まえたら今度は東条会の下の連中は収まらねえだろ。せっかく終わったヤクザの抗争に警視庁が火つけ直したってことになりゃ上の首がいくつあっても足りねえ。だからって引退してた桐生さんを東条会の代表として逮捕するんですか。 東条会の4代目ってだけじゃん。ソルフサウンドガイズ、ちょっとチェックさん。カズマってのは道島の竜で通った伝説の国道だ。カニクロス。いくら足洗おうが、肩ぎから見りゃ十分裏社会側の人間なんだよ。あの、うん？おじさんはまた刑務所に入ることになるんですか。まともな弁護士がつけば無所には入らずに済むはず。 なんだが桐生の出方次第か。なんか歯切れが悪いっすね。俺も桐生とは付き合いが長いんでな。今頃あいつが何考えてるかなんとなく想像できちまうんだよ。
過去の運命を背負って極道の構想に巻き込まれていた。そして大事な人間を次々に失った俺にとって唯一の生きる支えになってた俺の人生で何か褒めることがあるとすれば親代わりにこいつの成長を見守ってきたことだけかもしれない。 Oh god, it's gonna be a whole like synopsis of all these characters. Yeah, I think I might just walk into that. Actually, before that, oh, I can't pause. Oh, I need someone to pause. Another cutscene. お目覚めですか?4代目。第5か。お互いみっともねえなりだな、6代目。いくらか桐生さんの方がマシですかね。そうみてえだな。何か 話があるのか。ええ、桐生さんのことで妙な噂を聞いたんですが、よかったら少し外の空気でも吸いに行きませんか。噂ってのは 他でもありません。桐生さんが無所に入るって話です。弁護士立てていくらでも避けようがあるのに、なんでそうしないんですか。家族のところに戻るためだ。沖縄の朝顔のことです。ああ、俺がこのまま沖縄に戻ったとして 朝顔の子供たちはハルカと静かに暮らせるとは思えない。どう言い繕ったところで俺は元極道で、ハルカはその関係者だ。世間の目引いちまった以上、マスコミに追われるのは目に見えている。俺やハルカにその覚悟があるとしても朝顔の子供たちは巻き込めない。 俺が真っ当にあいつらの元に戻るためには、けじめが必要なんだ。それは分かります。でも、無所に入るって、何年ぶち込まれるかも分からないんでしょう。遥ちゃんやあなたは待っている人たちを、いつまで待たせる気なんですか。桐生さんは、本当にそれでいいんですか。俺や遥に世間が注目しているからこそ、 今回はいいタイミングなんだ。次無所を出たら今度こそ俺も日の当たる場所を歩ける気がする。Is it just me or is the thing the crutch like the top part underneath his armpit cutting off his clothing? 家族と呼んでくれた。俺もそう呼ばれて恥ずかしくないようにしておきて。 It was like slightly cutting off underneath. I don't know why. That just got to me a bit. Struck a nerve.
Right, it's like Kiwami all over again. Haruka, yoku kite kureta na. Kawari nai ka? Sonna ni sugu wa nani mo kawaranai yo. Asagao mo aikawarazu, minna genki ni shiteru. So ka. Nara yokatta. Honto wa minna mo ojisan ni aitagatteru ndakedo, Okinawa kara dato sasuga ni okane kakaru kara. Okinawa no hito tachi wa minna yoku shite kureteru. Dakara nani mo shinpai shinai de. Masukumi ni owaretari wa shite nai ka? Tama ni soui yu hito mo kuru kedo, daijoubu? Sumanai na, Haruka. 今の俺には何もしてやれないが、仮釈が出ればあと 3年くらいで出られると思う。それでも 3年。俺はこんな俺のことを家族と呼んでくれたお前に恥ずかしくない人間になりたいんだ。こっから先の 3年はそのための時間だ。 どうかしたか？私は芸能界に入っておじさんのことを家族と呼べないのが辛かった。うん。芸能界に入ったことを後悔してるんじゃないの。その逆だよ。おじさんを家族って呼べなかったあの時間があったから。私は あのステージで初めておじさんのことを家族なんだって心から思えた。それまではおじさんと一緒にいることがずっと当たり前だったから、まだ子供だったから深く考えたことがなかった。だから今おじさんと一緒に暮らせなくても 頑張っていける。おじさんと私がどんなに離れていても家族だって心に刻むことができたから。今日はそれを言いに来たんだ。また一緒に暮らし始めたらもう恥ずかしくてこんな風に言えないもん。そうか。 ほら、できたよ。ちょっとテーブルの上片付けて。浩二、こんなとこに漫画置くなよ。泉、コップとお水用意して。はーい。ほら、シロ、ご飯の時はタブレットしまって。ちょっと待って、もうすぐ一通り株価のチェック終わるんだ。あんた、まさか本当に株買ったりしてないでしょうね。そんな金ないでしょ。シミュレーションだけ。三尾がまだ練習から戻ってないよ。 あいつ張り切ってるな。野球推薦の話でしょ。そんなにうまくいくかな。ただいま。ただいま。Proper happy families. はるか姉ちゃん、おかわりある？ご飯だけならね。俺今日はおかわりいらない。 この後大城と筋トレする約束してきた。おじさん、刑務所から帰ってきたら驚くね。三尾兄ちゃんがプロ野球に入るかもって。バカ、気が早すぎだよ。まだ中学生なんだから。でも野球推薦の話が来るなんて三尾頑張ったんだ。前は浩二が教えてやってたのに、いつの間にか立場逆転だもんね。うっさい。 まだ本気まりじゃないし、他にも候補はいるから。
勉強の成績とか家のこととかなんかいろいろ審査はあるんだって。家のことってそれじゃうちってヤバくね。あ、バカ。いやでも実際さ。大丈夫だって。俺が朝顔の子供ってことはみんな知ってんだから。その上で来た話なんだ。だからもし話がポシャったとしてもそれは俺の力不足ってことだからさ。Oh my god, it's like I'm watching a movie. So I wonder if this is when she disappears off to Hiroshima. Ayako, yappari, dete iku nda, one-chan.これ見たんでしょ。そっか、綾子も見たんだ。三尾の野球推薦のことが心配。三尾のことだけじゃないよ。この先他のみんなにも何かのチャンスが来たとして私のせいでそれを潰すことになったら耐えられない。私は世の中を甘く見てたんだと思う。おじさんはそれをよく分かってたからきっと刑務所に行ったの。だからってお姉ちゃんはここを出てどうするの？どこに行くの？しばらくはおじさんのそばにいようと思ってる。いつまで？おじさんが帰ってくるのまだ何年も先でしょ。おじさんはお姉ちゃんが朝顔出るって知ってるの？ううん、全部私が自分で決めたことだから。じゃあ私からおじさんに手紙書いておく。黙ってて。え？おじさんには私からちゃんと話すから。
just want to see that star's name. Oh, they haven't got that special guest star's name. What the hell? There he is, Takeshi. Kimoto is in several places in Asia, almost simultaneously. So, what is it? The fight is already on the way, right? The fire is on the way. It's on the way, but the fire is fast. アジア街が全部焼けちまう。Jesus, that's operation. Made me jump. どうですか？いい眺めでしょう。あの炎の大きさが私の誠意だとお受け取りいただきたい。それじゃあ我々とあなた方の永遠の絆と繁栄を祝して乾杯してもよろしいですかな。More evil baddies to destroy. Finally, chapter one. Ugh, we're finally getting some proper gameplay after like how many hours of cutscene? Yo, it's the main man himself with his red shirt. Oji-san? Izumi-ka. Daibu sei ga nobita na. Oji-san? Uso, kaette kita no? Nande konna kyou ni? Odoroita ka? バカ野郎、帰りが遅すぎるんだよ。どんだけ待たせんだよ。すまなかったな、太一。おじさん、おじさん。お前ら、大きくなったな。They don't look like they've grown in 3 years. みんな、本当に大きくなりやがって。そうだよ、後から来るんでしょ。いや、一緒じゃない。はるか、出かけてるのか。え、何言ってるの、おじさん。だって、はるかお姉ちゃん、おじさんのそばに住んでるって。ん？そうだよ、そういう話だったよな。うん、うん、そうだろ、あやこ姉ちゃん。ごめんなさい。ごめんなさい。はるかお姉ちゃんが朝顔を出て行ったのは3年前。最初は電話くれてたけど、1年くらい前からは全然来なくなった。お姉ちゃんから連絡がなくなっておかしいとは思ってたんだけど、おじさんのそばにいるって言ってたから。
Haruka 姉ちゃんにもう一回電話しなよ。今すぐ。連絡はいつも Haruka お姉ちゃんから公衆電話でかかってくるだけだったし、携帯は朝顔を出た後すぐ解約したって言ってた。なんで俺らに何も言ってくれなかったんだよ。いつも姉ちゃんたちは俺らを子供扱いしすぎなんだよ。ごめん。でもみんなを不安にさせたくなかった。それにもしかしたら本当におじさんと一緒に戻ってくるかもって。でもなんでだ、なんで Haruka 姉ちゃんが出ていかなきゃいけなかったんだよ。俺たちうまくやれてたろ。Haruka お姉ちゃん、泉たちのこと嫌いになっちゃったの？ううん、お姉ちゃんは私たちの重荷になりたくなかったんだよ。え、何それ、どういうこと？Rush, get that magazine all this time. Ima Mitsuo が通っている学校から野球推薦の話があったとき、ちょうどこんな記事が出たの。お姉ちゃんは自分のせいで朝顔のみんなが変な目で見られるのに耐えられなかったんだと思う。あの時は特に三尾の進路がどう転ぶかわからなかったし。なんだよ、それじゃ俺のせいかよ。いや、そうじゃねえ。お前のせいでも Haruka のせいでもね、全部俺のせいだ。おじさん、だから俺が必ず Haruka を探し出してこの家に連れて帰る。Termination mode. Oh, oh yeah. So I'll pause it here. Gonna take a quick break. Grab something because I haven't eaten yet. So I'll see you all in a bit with some more Yakuza 6.